クイーンズタウン駅はオーストラリア連邦タスマニア州にしたスマニアにある2つの駅である。元々はマウントライエル工業鉄道会社として敷設された鉄道のために建築され、1962年に鉄道が廃止されるまで利用されていた。ウェストコースとワイルダーネス鉄道として鉄道が再敷設された時に新駅が建築された。旧駅は オアストリート及びエンパイアーホテルの生誕より、またがっており、旧駅には広範囲にわたって覆う屋根がなかった。屋根は1920年代に覆われた。特に道路アクセスが不可能な時代に、当駅は、交換の訪問及び出国の式典が行われる定期的な場所であった。新駅は、旧駅から少し南に位置しており、ドリフィールドストリートよびオアストリートの交差点により、 南にある。当駅には特に全天候型の屋根と駅周辺に大規模構造の建物がある。ありがとうございます。